彩り緑。ナルがちゃんなぎに、いよいよエレーメに会わされる話。あ、皆さんお久しぶりです。彩り緑のシロニアです。早速ですけど、大変なんです。ナルちゃんとナギちゃんが、もうこんなバチバチで、あ、このままでは、ただでは。あ、いよいよ迎えた第2戦最終ターン。ここまではナルちゃんが圧倒的に優勢ですが、勝負はいかに。私のターン、ドロー。私はアーリンパイセンをコンボ表示でプレイだ。またスコアは400点。さらにチャンナギの月のターン、クローバーカードは全てミス表示となる。さあ、何か手はあるかな。私のターン、ドロー。ナズナ先輩をミス表示でプレイ。スコアは0点。最終ターンを終えて、私の合計スコアは250点。私のスコアは合計960点。圧勝、圧勝じゃんか、ヘイバンド。なるほど、よくできてるね。どうだ、これこそが私のチャンナギ完全メタビッキー。ナギちゃん、一生いっぱい追いつかれてしまいました。何か策はありますか。うん、大丈夫だね。強がる姿も可愛いね。だがその顔もすぐに絶望の色に染まる。私はセリナをコンボ表示でプレイ。あ、またスコア300点に加え、チャンナギの次のターン、またミス表示だ。私のスコア990点。チャンナギのスコアは、はー、気の毒に0点か。これでは負けたの。私のターンだ。何勘違いしてるの。私のターンはまだこれからだよ。なんだって、何を考えている。私のターン、ドロー。私は無敵猫をミス表示でプレイ。スコア50点に加え、何そのカード、無敵猫スキル。自分の場のクローバーが6枚以上ミスで発動。自分以外のプレイヤーのコンボを全てチェインにする。おい、待ってくれ。それは、はー、300点が600点に。さらにスキル発動、自分以外のコンボを全てチェインに。グッハー、まだスキル発動、これもチェインに。グッハー、さらにスキル発動、そっちも全部チェインに。ナルちゃん、もうやめて。ナルちゃんのスコアはもう、離して。もう勝負はつきましたよ。そのカードは、ゲームセンターに行けばわかるよ。おー、